緒に稽古をしているので、はい、あの人たちが上がるんだったら俺も一緒に。お互いに今場所動きはいいんじゃないでしょうか。そうですね、玉飛鳥はやっぱりこう力強さっていうんですかね、はい、ガチッとした相撲を取りますよね。誉富士もこう馬力っていうんですかね、パワーがなんか戻ってきたような形ではあるんですけどね。十両以上では3回対戦がありますが、いずれもこう押し合うような展開にここまではなっています。先場所は誉富士、初場所は玉飛鳥が勝ちました。頭と頭突き放すのは誉富士です。左を差そうという玉飛鳥ですが、そこを出ました誉富士。4勝目4勝1敗玉飛鳥は今日は受けてしまいました。敗れて3勝2敗です。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して誉富士の勝ち。立ち合いはどうですか。そうですね、あの玉飛鳥もこう低かったんですけどね、誉富士のこう馬力が勝ってましたね今日は、はあ、土俵際で残すんですけど、ね。